鳥取県の平井知事は県政史上最も長い5期目に入ります。そして今夜スタジオには平井知事にお越しいただきました。改めて知事よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、一夜明けて今朝の様子も先ほどお伝えしましたけども、改めて時間が経ってどんなことを今お考えになりますか？やはりすごく重圧を感じますね。そうですか。と申しますのも、これからの4年間というのは非常に見通しが見えづらい、ウクライナの戦争が背景にありまして、はい、それがかつてないいろいろ経済や社会の変動を引き起こし、感染症の問題も解決していない、でそういう中でもう一度経済社会あるいは私たちの暮らし立て直していく、それは並大抵ではないと思います。まあ、ですから県民の皆さんと一緒にもう一度新たなチャレンジ戦っていくのかな、まあ、そんなような思いでした。はい、さて5期目ですが、選挙自体は圧勝でした。ただ気になりますのは投票率の低下、これ 48.85% ということは 50% 割り込んで、まあ、これは非常に厳しい数字だと思うんですね。有権者が平井県政の関心を失いつつあるのではないかという状況、これどう捉えていらっしゃいますか？これは全国的な傾向でして、ごく一部奈良とか、はい、そういうところ以外はどこも島根県も含めてですね下がってきていると、はい、むしろこの民主主義の危機を感じるんですね。でこのあと後半戦の統一地方選がありますけれども、まあ、そこでもしかすると候補者が足りないかもしれないと、はい、であるいはやっぱり無投票になると、でこういうようなことが今からも聞こえてきています。でやはり政治の機能っていうのが失われかけているんじゃないか、ウクライナの戦争が私たちに警鐘を鳴らしたのはやっぱり民主主義の価値っていうことだと思うんですね。でその民主主義の価値を守るためにはやはりこういう投票行動重要なんだということを今一度多くの皆様にご認識いただいて、まだ後半戦のものがありますので、ぜひ参加していただきたいと思います。その政治離れをどう知事食い止めていきますか？やはりいろんな形でこの行政とそれから住民の皆さんの距離を縮めていくってことじゃないかと思うんですね。で私自身も今回選挙戦いろんなところ歩きましたけれども、非常に温かく迎えていただいたり、お子様やお年寄り、皆さんニコニコ、また非常に楽しんで会っていただきました。でこういうことは今まであんまりなかった経験であります。でこういうようないわばこう出ていく、城の中にこもるのではなくて、しっかりと現場でいろんな方々と話ができて、それもフランクに心を開けるような関係づくりっていうからまず作っていかなきゃいけないんだと思うんですね。4期で当然浸透した反面ですね、平井頼みというですね、そういう言葉も聞かれる通り、その、まあ、議会とかですね、市町村その関係性ですね、あと後継者問題、このあたりご自身どう考えていらっしゃいますか？まあ、後継者についてはやはり地域の皆さんが考えられたり、平井をどうするかということは皆さんが決めることだと思います。私自身は一つの道具ツールであって、皆さんの思いを実現するものだと思いますので、今回の4期目もそうですが、自分自身がどうしようということはあんまりないんですね。だから非常に変わった人間です。他の人は選挙に勝てると思ったら出る、こういう発想なんですけど、私は果たしてこれが皆さん望んでるかなと、でそちらを先に考えるタイプなので、ちょっと違うということですね。でそういう意味で、まあ、これからの特に若い方々、はい、今投票率の問題もありますが、若い方々が県庁の職員もそうですし、それからいろいろなことやっておられ活動されている方もいろいろといらっしゃいますので、そういう人たちが自分たちで政策を考えながら未来にじゃあ何を求めていくのか、何をしたらいいのか、でこういうものをダイナミックに動かせるんじゃないかと思うんですね。で鳥取や山陰というのはそういう規模感、スケールではないスモールメリットがあると思うんです。でそれを生かして、新しいそうした政治文化というか社会の在り方を作っていけるんじゃないか、つまり町内会の延長みたいなところでやっていくということですね。そういった意味では先ほど出た、まあ、民主主義の根幹であるその選挙制度ですよね。旧自治省時代に小選挙区比例成立で考えられた平井さんですけども、やっぱりこの5億というのもですね、選挙制度変えていかなきゃいけないという県民多いと思うんですが、どうでしょう？おっしゃる通りだと思いますね。でぜひこれ憲法の問題をやらなきゃいけないと思うんですが、まあ、それの手前の法律でもいいですから、はい、これは全国知事会としても丸山さんと一緒に参院両決としても働きかけていきたいと思います。結局一つのユニットなんですね、はい、都道府県というのは。でこれは明治のそうした府県制が置かれて以来ずっとそこには議会があって、
でそこに例えば PTA の県の組織がある、で商工団体の県の組織がある、でここで全てのものを取りまとめをしながら話し合って、じゃあ政府に何を求めるか、でこれがあの国会への代表、参議院議員なわけです。ですからそれはそれぞれの政治的なユニットで作っていかないと本当は意味がないんですよね。だからそういう意味でもう一度ですね、これについてはあの多くの大都市の人も含めて認識を深めていただきたいと。で政治的な無関心は確かにこれであの低下あの広がったと思います。はい、なんとかこれね、またもう一度取り戻したいという、ね、政治への思いというのがありますけども、最後にですね、参院の未来の姿、知事はどのように思い描いていらっしゃいますか。やはりあの参院の場合は人の絆がまだ残っています。でこれが大都市との違いで、防災だとか、はい、あるいは産業興しだとか農業だとか、また子どもたちを育てること、これで十分役に立つと思うんですね。お祭り赤ん坊寝ている、まあ、そういう尾崎放送の印象的な句があります。今ちょうど春祭りが、なされているところです。でこういうコミュニティを生かした温かいぬくもりのある絆の社会で、孤独や孤立っていうものは我々のところで無縁であると。でこれは意外に都会よりも天と遠くところに今参院はいるんじゃないかなと思ってまして、でそういうのがあの自然の中、あるいはあの都会からも憧れられるような、そういう雄大な生き方っていうことにつながってくるんじゃないかなと思うんですね。でそのための基礎条件をぜひ、これからの4年間で作っていきたいと思います。はい、5期目も大いに期待しております。ここまで鳥取県政史上最も長い5期目に臨むことになりました平井知事に話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。